皆様こんにちは。五位平和財団の理事長を務めております西園寺弘でございます。この度ブタペストクラブの創設者でありますアービン・ラズロ博士と西園寺正巳と私の3人が発起人となって富士宣言というものを発表することにいたしました。ちょうど10年前の2005年にゴルバチョフ元大統領をはじめさまざまな分野の専門家が集まって新しい文明を築くというフォーラムを開催をいたしました。でこの時にもはや限界に近づいている物質延長の文明をいかにして新しい文明に転換をしていくかという議論がなされました。新しい文明の枠組みについていろいろ専門家からもお話があった後で皆さんの集約された意見として言われたのが、もちろん新しい文明社会の枠組みは必要だけれども、しかしそのベースとなるのは一人一人の意識価値観行動であるということでありました。でこの度の富士宣言はまさにその要諦となるべき意識価値観、新しい文明調和した文明を築く要諦となるべき2つの価値観について述べております。その一つは、人間は本来神聖にして善なるものであるといういわば性善説に立った意識価値観であります。もう一つは、人間はお互い同士もあるいは大自然とも大きなつながりの中に生きているんだという、生かされているんだといういわばワンネス一体感の意識価値観であります。この2つの大切な価値観を一人一人の心の中に啓発をしていこうというのがこの富士宣言の一番大きな目的であります。したがってこの富士宣言は一人一人の個人の宣言であるわけですが、一方で一人一人がそのような意識価値観の上に立った生き方をしていった場合に、じゃあ世の中はどのように変容していくのか、政治にしても経済にしてもビジネス、あるいは教育科学文化宗教医療、そういったものが一人一人の意識価値観が変容することによってどのように変わっていくか、変わるべきかということをブダペストクラブのアービン・ラズロ博士を中心にリサーチを並行して行っております。したがってこの富士宣言は文言だけではなくて、そのようなその具体的な事例を伴ったリサーチとともに発表していくというのが非常に大きな特色であります。約100人を超えるさまざまな分野のリーダーたちが共同書面人になって、そして30を超える国際組織とともにこの富士宣言が2015年に発表されるということであります。発表された後、一人でも多くの方たちがこの富士宣言に賛同署名をしていただきたいと思いますし、単に署名をするということだけでなくて、この富士宣言の考え方価値観の上に多くの方たちが生き方を変換していただくと、それによって本当に調和した持続可能な未来社会というものが生まれてくるんだろうというふうに確信をしております。ありがとうございました。